H316 のラックマウント型ハネウェル316は1969年より、ハネウェルによって製作された16ビットミニコンピュータ。モデル116,316,416,516,716、からなるシリーズ16の一部であった。これらはデータ収集、制御、遠隔メッセージ集中管理。 医療研究システム及びタイムシェアリングとして使われた。シリーズ16は1964年にコンピュータコントロールカンパニーのガードナー・ヘンドリーによって設計された DDP-116 をベースにしていた。H-316 はアメリカ国立電波天文台でチャールズ・ムーアによって最初の完全にスタンドアロンなフォース実装の開発に用いられた。それらは アーペネットインターフェースメッセージプロセッサーとして使われたが高い線制御装置を通して最大63台までのテレタイプ端末をサポートするターミナル IMP としてもカスタマイズされた。元々のプライムコンピュータはシリーズ16と互換性を持つものとして設計された。ハネウェル316は産業用にも使われた。316は SX のブラッドウェル原子力発電所で原子炉温度監視第一コンピュータとして内蔵の160キロディスクが故障した2000年夏頃まで使われた。それまで第二システムとして使われていた2台の PDP-11-70 が第一システムに移された。日本では1971年1月に日本電気が H-316 を国産化して ニクマイナス3200モデル30、H-516 をモデル50として発売した。DDP-516 モデルの後継である316は、ハネウェルによって、製造工程制御、データ収集システム、通信集中管理、処理システムとして宣伝された。コンピュータのプロセッサは、小型統合、DTL モノリシック IC で構成されていた。 システムの多くの部分は 2.5MHz で駆動していたが一部は 5MHz で駆動していた。コンピュータはワード長16ビットで2の歩数による並列ビット演算であった。命令セットはインデックスレジスタによる単一アドレスタイプであった。リリース初期では4096から16384ワードのメモリ容量で後にオプションで メモリ空間を32,768ワードまで拡張できるようになった。メモリサイクルは1.6ミリ秒、整数のレジスタ間加算命令は3.2ミリ秒であった、オプションのハードウェア計算オプションとして、整数上除算、倍精度、ロードストア、および倍精度整数加減算演算を実装することができた。また正規化演算、 ソフトウェア不動小数点演算の実装支援も提供された。H-316 のプログラミングモデルは次のレジスタで構成される。命令セットは72の計算、論理、入出力及びフロー制御命令を持つ。入出力命令は A レジスタを使い、入力と出力が分かれた16ビットバスを使用する。10ビット I。 大制御バスは6ビットのデバイスアドレス情報と4ビットの機能選択情報から構成される。基本プロセッサは単一の割り込み信号ラインを持つが、オプションで48個まで割り込みを提供していた。ランプとトグルスイッチで構成されたフロントパネルディスプレイに加えて、システムは異なるタイプの入出力装置をサポートしていた。テレタイプ a s r テレプリンターは、 コンソール入出力装置と紙テープのデータ読み込み、保存に用いることができた。小型システムでは高速指テープリーダーパンチャーをデータ記憶用として使われた。周辺装置のハネウェルファミリーにはカードリーダーパンチャー、ラインプリンター、磁気テープ、固定、または取り外し可能の両タイプのハードディスクドライブが用意された。ラックマウント型は150ポンドで475。 ワットの電力を消費した。ハネウェルは1万ドルを割るミニコンピュータとしてシステムを宣伝した。ハネウェル316は半導体ラムメモリを使用した最初のコンピュータとしてコンピュータショーで展示されたことで特徴的であった。1972年、ハネウェル316は半導体ラムメモリボードと共に展示された。 DTL は電力の消費が大きく長続きしなかったため量産段階に移ることはなかった。ハネウェルはラムの生産を可能にする同じ技術が DTL コンピューターの終わりをもたらすことを知っていたが企業が最先端を歩んでいることを見せしめたかった。ハネウェルは H-316 プロセッサで動作する最大500のソフトウェアパッケージを供給した。 ポートランフォーコンパイラ及びアセンブラ、リアルタイムディスクオペレーティングシステム、システムユーティリティ、ライブラリーも利用できた。コンピュータ歴史博物館に展示されている、キッチンコンピュータハネウェルキッチンコンピュータ、または、H316 台形モデルは1969年に、ネイマン・マーカスによって、贅沢なギフトアイデアのシリーズとして、短期間営業活動が行われた。 それは1万ドルで販売され、重さは100ポンド超、料理レシピの保管に便利なものとして宣伝された。ハネウェルキッチンコンピュータの想定されていた用途として、料理計画や家計簿の補助も含まれていた。その宣伝には主婦を古風で見下したような表現が含まれていた。ユーザーインターフェースはトグルスイッチ入力のバイナリ出力のみで、 装置のプログラミングを学ぶために2週間の学習が必要であったためレシピを読んだり入力したりするのは一般的な主婦や料理人には不可能に近かった。それはまな板やいくつかのレシピを内蔵していた。これまでにハネウェルキッチンコンピュータが販売されたという証拠は見つかっていない。ありがとうございます。